フォッケウルフ FW44 フォッケウルフ FW44J2005 年フォッケウルフ FW44 はシュティグリッツの名称で知られた1930年代中のドイツの複雑複用の練習機である。本機はフォッケウルフ社で操縦訓練用と支援飛行用の機体として製造され、最終的には数カ国でライセンス生産が行われた。 FW44 は、保守的な配置のテーパー角のつかない、まっすぐな主翼を持つ、副容器で、二つの開放型コックピットはタンデムに、配置され双方の操縦席に操縦装置とケーキを、備えていた。降着装置は固定のオリン式であり、上下の主翼にエルロンを備えていたが、フラップは、使用していなかった。エンジンは、ジーメンスハルスケシュ14星型エンジンを使用していた。 最初の試作機は1932年に飛行した。数多くのテストが行われ、耐久性と空力特性を上げるための改善が施された結果、FW44 は素晴らしい耐久性を持つ機体となった。FW44 の2番目のモデルは、4機筒倒立直列の空冷エンジンである 90kW を発生するアルグスアズ8を装着した。 FW44 バイトであった。このエンジン用のカウルにより機体は、より細く空力特性の優れた機種を持つこととなった。中華民国が20機の FW44 を購入し、戦闘任務用に回収して、日中戦争の初期段階に投入した。これらは、前期が失われるまで戦闘で使用された。最後の量産モデルである。 FW44J は世界中のいくつかの国々に販売されるか現地でライセンス生産された方で7機等の G メンスハルスケシュ14エンジンを装着していた。2008年度オールドウォーデンでの FW44JG スティングありがとうございます。